皆さんこんにちは。今回の動画では THC と CBD、 これらの違いについて解説していきます。長年大麻消費者たちの間では THC の含有量が多い大麻イコールよりハイになるという認識が広まり、 THC 濃度の高い大麻や製品が注目されていました。近年その傾向も変わりつつあり、THC 含有量が少なくてそこまでハイになることもなく、依存性もほとんどない CBD 製品を好む大麻消費者が増加しています。それでは THC と CBD の違いについて詳しく解説していきます。ぜひお楽しみください。まず THC についてですが、大麻を吸ったことのない人でさえ一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。THC はテトラヒドラカンナビノールとも呼びます。 THC は多孔管、陶酔管を刺激する含有物で、私たちはそれによっていわゆるハイになります。もちろん THC 以外にも多孔管、陶酔管を刺激するカンナビノイドはありますが、ハイになるのに十分な量が存在する唯一の成分です。 THC は嗜好用大麻においては欠かせないものとなっています。しかし THC に医療効果が全くないというわけではありません。実際に知覚や味覚、気分や思考の変化に影響があり、幅広い医療用途を有しているのです。また精神作用についてですが、依存性に関してはカフェイン程度で、幻覚を見ることなどは稀です。食欲が増進すると多くの意見が寄せられている一方で、欧米での大麻愛好者はなぜか痩せていると指摘されており、未だ解明には至っていません。次に CBD ですが、 CBD とは100種類以上あるカンナビノイドの一つです。最近よく耳にすることが多くなった CBD ですが、 CBD 成分を含んだベイプリキッドは現在大型量販店でも取り扱いを始めています。 CBD は科学者が発見した最初のカンナビノイドの一つであり、現在大麻の研究において最も重点的に研究されている成分といっても過言ではありません。 CBD は痙攣、吐き気、肌の炎症、不安神経症などを緩和し、がん細胞の成長を抑制するなど多くの疾患に有効とされています。また CBD によって改善される症状は増え続けています。効果がもたらす症状には転換、クローン病、多発性硬化症、オピオイド離脱症状、PTSD および不安症状などがあります。これだけでも凄さが分かってもらえるかもしれません。そして大麻によって治せる症状も多いのが現状です。WHO 世界保健機構も CBD の効果、安全性を2017年11月に発表しており、多くの試験から安全性が証明されています。 THC に認められる抗精神作用、いわゆるハイになる作用が CBD にはないとされています。このように同じ大麻からできた成分でも THC や CBD などといった異なる効果を持つ成分が抽出され、様々な用途や目的のために使用されています。そして日本はもちろん世界中の国々で CBD 成分に関しては健康への意識が高い人々によって支持されており、各国政府によっても許可された上で正規かつ合法的に販売されています。 CBD は今も研究が進んでおり、今後さらにたくさんの医療効果が判明されると予想されています。日本も規制緩和されてアントラージュ効果のある CBD オイルが流通するようになればいいですね。 MJ チャンネルでは大麻に関する情報を分かりやすく解説していきます。少しでもいいなと思ったらいいねボタンとチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。 Twitter とブログも頑張ってますので、よかったらチェックしてみてください。それではご視聴ありがとうございました。